ヤークトコマンドは、オーストリア連邦軍の特殊部隊。連邦軍参謀本部直轄部隊で、ニーダーエス・ターライヒ州ウィーナーのイシタットのマクシミリアン兵衛に司令部を置く。ヤークトコマンドの隊員陸海空あらゆる環境下での軍事作戦に従事するため、隊員は多くの知識、技能を習得している。またヤークトコマンドは、災害救助や在外市民の緊急避難。 さらに国境での密輸摘発にも従事することがある。隊員が着用するベレー帽の色は赤茶色だったが、2003年以降はオリーブドラブ色に変更された。気象は落下さんと翼、剣を組み合わせた衣装で、上着の左胸ポケットの上に配用されるほか、ベレー帽の前哨としても用いられる。舞台の標語は、不退転や、決して交代しないを意味する、ラテン語である。 第一次世界大戦時、オーストリア・ハンガリー帝国陸軍にて小規模のコマンド部隊が誕生し、ヤークトコマンドと名付けられた。オーストリア軍の特殊部隊として創設されたのは1962年のことであり、前年度の1961年にオーストリア軍兵士がアメリカ陸軍のレンジャースクールに派遣されて訓練を受けた。その後、コソボ紛争やチャド、アフガニスタン紛争、 2015年にはマリにおける EU 連合軍による作戦に参加した。ヤークトコマンドの選抜試験を受けるための条件は、前科がないオーストリア市民で、オーストリア軍兵役の現役を終え、かつご長教育を修了していなければならない。また3週間にわたる基礎コースに合格して、初めて27週間の選抜試験への参加を許される。 入隊選抜試験では引き続き基礎体力及び精神面が試され、ヤークトコマンドに必要な技能も教育される。毎年100名以上の志願者が受験するが、最終的には20名前後の隊員しか残らないほど過酷である。ヤークトコマンドの特技賞を得た合格者の全員が、ヤークトコマンドに留まるとは限らず、現隊へ戻って勤務する場合もある。入隊後は、 教育隊で、サバイバル訓練、爆破訓練、自由降下訓練、近接戦闘及び射撃訓練、潜水援援訓練や衛生教育訓練などが行われる。潜水装備のヤークトコマンド隊員、ありがとうございます。